島村から届いたものがあるので開封していきます。今回届いたのはタタの枕になります。それでこの他にも頼んでるんですけど、今回は2個だけしか届いてないので、2個だけ開封していきます。じゃあタタの枕からいきます。サインがついてます。うわ、黄色にタタ。タタがいます。で、後ろに PT21 って大きいロゴがついてます。で、これがタグになります。枕のサイズは 43×63cm で、お値段が1290円。税込みで、1419円になります。で、なんだこれ、ポリエステル 100% です。洗濯できません。そこなんなってます。全部できないってことになってます。島村の予約戦争で買ったタタです。じゃあまず一つ目がタタの枕になります。じゃあ次いきます。ふわふわです。で、今回届いたもう一つのものがクッキー？クッキー。クッキーの枕になります。じゃあこちらを開けていきます。はい、クッキーです。クッキーで、これもクッキーのサイン入りです。かわいい。で、本人も筋トレにハマっててムキムキです。ムキムキクッキーです。ピンクにピンクです。で、裏側はこのロゴは同じロゴが入ってます。で、タグがあって、枕のサイズは 43×63cm で、で、税込み価格1419円になります。で、ポリエステル 100% に洗濯ができなくて、島村です。で、この2個は多分、なんだ、この時なんかバグって、店頭受け取りができなかったので、別途送料がかかっちゃってます。悔しいです。1個ずつ送料がかかってます。そう、だから結構高くなってる。しかも同じ日に頼んだのに、この2つだけ早く来て他のが来ないっていう。そう。で、それが来てから紹介しようと思ったんだけど、結局来ないんで、かなり待ったんだけど来ないので、2つだけ紹介します。以上です。遅れていた島村から、遅れていたチミーが届いた、チミーの枕が届いたので開封していきます。手を挙げていきます。じゃあここにチミー文字が入ってます。で、ここにチミーのサインがついてます。で、このあざと可愛い系のチミーです。チミーです。ここに入れたの？うん。じゃあ裏返します。裏はブラックに白い枠で BT21 のロゴがあります。ツルツルです。で、で、あ、タグね、うん、タグがこんな感じで、枕自体は 43×63cm で、お値段が1419円で税込みで、一応洗えない、あ、ポリエステル 100% で洗えません。汚れたらどうすればいいの？捨てるしかない。わぁ、どうするの？で、枕は多分今回、この前、前回紹介したのは3個かな。3個買いました。だから、なんだっけ、 V さんなんだっけ、まあ、タタとクッキーとチミの3種になります。では、以上、ようやく届いた最後のチミの枕でした。以上です。